続いては、みゆのこれが知りたい上釜アナウンサーです。はい、今回はこちらです。新型コロナワクチンについてお伝えしていきます。現在、新型コロナワクチンは定期接種が行われています。対象者は65歳以上の高齢者と、基礎疾患のある60歳から64歳の方です。期間や自己負担額は自治体によって異なっていますが、名古屋市の場合ですと、来年1月31日まで、 そして自己負担の額は3200円となっていますで、こうした定期接種ができる場所について名古屋市の予防接種に関する情報をまとめたサイトで見てみますと、えー、市内では1015箇所の医療機関そして老人保健施設で実施されるということですで、今回の定期接種では5種類のワクチンの中から選ぶことができまして医療機関や保健施設でごとに異なるんですけれどもこのうち 1>, 1種類のワクチンが10箇所のみの導入全部で市内では1015箇所あるうちの10箇所なのでおよそ1%にも満たないということになりますね、はい、はい。で、このワクチン一体どんなワクチンなのか見ていきます明治聖火ファルマが製造販売していますコスタイベというワクチンです他にも次世代メッ,セージャーメッセンジャー RNA ワクチンでしたりレプリコンワクチンと 呼ばれることがありますすこここののワクチンの特徴についいててここからはイラストで見ていきますまずは基本的な仕組みとしてはこれまでのファイザーやモデルナのメッセンジャー RNA ワクチンとそこまで大きく変わりはないんですがメッセンジャー RNA という物質が注射で体の中に入りますと体にコロナウイルスの一部分これ感染性のない一部分を作るように指示を出します。はいはい はい、それによって、体がこれ、あの、ウイルスだと勘違いして、抗体ができるので、免疫を獲得するという仕組みになっていますが。これが従来。そうです、従来です。はいはい、で、ここから、レプリコンワクチンの特徴になります。メッセンジャー R. N. A. に加えて。これを自己増幅させる酵素も入っています。<ー>うん、ということは、これ、あの、一時的なんですが、自己増幅、自分で増えるので、その分。抗体も増えます。<ー>ということはですよ、ワクチンが。 これまでに比べて少量でも効果が長続きするという仕組みになっていますはい。このワクチンについて SNS ではさまざまな声が上がっています具体的に見ていきましょうこのワクチン日本以外では未認可らしい、うん、そしてワクチンの成分が体内で増幅して接種したら周りにウイルスをばらまくらしいこうした声があるんです このそれぞれの声について関係する機関にお話を伺いましたまずは未認可という部分に関して、えー、製造販売を行っている明治製菓ファルマの担当者の方に伺いましたところ現在日本以外で承認はされていないんですが ヨーロッパでは申請が進んでいて審査は最終段階だとしています。うんうん、またアメリカやベトナムでも申請の準備をしているところだと話していました。うん、じゃあまあ未認可であるということに間違いはないけれども、はい、諸外国でもまあ認可されるための手続きはやってると、うん、いうことなんですかね。もしかしたらこの先で導入されるかもしれないという、はいはい、状況だそうです。えー、そしてもう一つ SNS の声に関して見ていきます。 まずワクチンの成分が体内で増殖これって大丈夫なのかということに関しては、はい、愛知県医師会の正木光明会長に伺いましたところ、うん、メッセンジャー RNA の自己増幅というのは一時的なものなので心配する必要はないと話していますまた接種したら周りにウイルスをばらまくんじゃないかこうした声に関しては体で作られているのは先ほどお伝えしましたようにウイルスの一部分そのまま ウイルスそのものではないので、うん、ばらまくというのも間違いだと話しています。ということは不安の声はありますけれども、うん、この新しいワクチンは接種しても安全ということなんですかねそれについても馬関会長に聞いてみましたまだです、ね、正直中長期的な影響がわからないのが正直なところだとただ新しいワクチンなので今後、副反応などを注視していく必要があるとしています。はい まあ、まだ打ってないから、わからないことがあるのも事実だよということですかね。うそうですね。はい、そしてですね。今回、あの、ワクチン接種の医療現場。 についいてててもどう思っているのかを取材ししみました、はいえー、今回、このレプリコンワクチンを導入しないとしていますひいらぎ耳鼻のどクリニックの内藤浩司医師にお話を伺いましたところもちろんあのワクチンの性質上長く効果が続くというので興味はあるんですけれどもこのレプリコンワクチン実は1瓶で16回分の接種ができてただ、 開封後すぐに使い切る必要があるので先ほどの SNS でのネガティブなイメージが広がっている中で需要があるんだろうか果たしてこう無駄にならないのかっていうのを心配されていたということで導入を見送っているということですただ今後、この中長期的な影響今後のワクチンの評価を気にしながらレプリコンワクチンの導入を検討していきたいと。 話していますまあ、ここまで聞くとワクチンに関する不安が残るかもしれないんですけど今回の定期接種では他にも4種類のワクチンの選択肢がありますし、はい、さらに、えー、厚生労働省が労働省がこんなデータを出しています去年5月から今年4月までの新型コロナの死亡者数3万2567人でしたこの数はですねなんとインフルエンザによる死亡者数のおよそ15倍に なっていますそして高齢者や基礎疾患がある方のこの死亡のリスクというのは非常に高いとした上でこの状況を踏まえて正木会長こんな話をされていましたワクチンを打つメリットやデメリットそしてそれぞれのワクチンの特徴を知った上で自分を守るための最善の方法を選んでほしいとしています以上ミュウのこれが知りたいでした